この辺りか。はい、視認できますか。いた。クレア、待て。奴はエイジ、しかもかなりの手だれだ。お前は下がって支援を頼む。気を言え。貴様らの司令部と話をさせろ。オーナー、先ほどの戦闘の映像です。アクセルトリガー、まさか実用化されていたなんて。ユーゴさんからの通信つなぎます。イルダ、これから対象に変わる。話があるそうだ。どうぞ。こちらはバラン所属のエイジ、コードネームルルダ。任務中に所属船とはぐれて帰還方法を失った。バランまでの輸送を頼みたい。ずいぶん手荒なご挨拶だったのね。その点については謝罪する。だが危害を加える意図はない。どの口が言って。手加減はした。我々は他の方法を教えられていない。まずはあなたの言う素性が本当なのかバランに問い合わせるわ。少し時間をもらうけどいいわね。
いいだろう。バランからの返答来ました。ルルというエイジは過去に遡っても存在していないとのことです。じゃあ、あの人は一体誰なんです？エイミー、周辺の回帰濃度は？はい、0.008ppm です。制限時間は10分か。ハッチを開けて、私が直接話してくるわ。はい、ハッチを開けて。って、お前、何してんだ。彼は私の船の乗組員よ。話してはもらえないかしら。言ったはずだ。私をバランへ。ルルという名前の英字は存在しないそうよ。あらゆる記録を検索して実際にバランにも問い合わせたわ。けれど返ってきた答えは、ルルという人間は存在しない。そんなバカな。だって私はつい先ほどまで任務を。残念だけど、あなたは。そうか。これってどうなってんだ。私は捨てられた。